皆さんこんにちは。船橋工業チャンネルです。緊急感染対策委員より日々の感染対策ありがとうございます。今回の情報共有動画は手指衛生についてです。どうぞよろしくお願いします。手指衛生とは手洗い、手指消毒のことを言います。手洗いは日常手洗いと衛生的手洗いと手術時手洗いがあり、日常手洗いと衛生的手洗いとの違いは15秒以内か以上になります。手指消毒は主にアルコール消毒になります。それでは衛生的手洗いについて確認したいと思います。衛生的手洗いの目的は通過菌の除去、除菌になります。手を洗って拭いた後、消毒ということになります。つまり、手洗いと手指消毒はセットになります。衛生的な手洗いは、指の間、指先、親指、手首が不十分になりやすいので、15秒以上かけて丁寧に洗いましょう。手指消毒は、本来なら手洗いの後になりますが、携帯ボトルでの手指消毒が可能です。一人解除した後は、手のひらに15秒こすって乾くくらいたっぷり取り、よくこすりましょう。以上で手指衛生についての動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。船橋工業チャンネル、登録、高評価、よろしくお願いします。